どうもすみません。チューリップ賞と勇敢富士オーシャンステークスの結果分析です。まずはチューリップ賞からです。1着ラッキーライラック、2着マウレア、3着リリーノーブルでした。今回は、レース前にラッキーライラックについて喋ったんですけれども、まあ、それについてでちょっと反省したというか、 反省したというよりかは勉強になりましたっていうところがあって、まあやっぱりまだまだ競馬っていうのはもうエンドレスで勉強できるものですんで、そういった面白さがあるなっていう、良い意味でも勉強になりましたっていうところがあったレースだったなっていうふうに思いますね。今回、レース前の時点ではラッキーライラックの状態面については言葉を濁していて、 曖昧な表現をしていたんですよね。まあ、これはしょうがないんですよね。やっぱり今までいっぱい失敗をしてきましたんで、そういった意味でも、はっきりとは言えないような感じの雰囲気ではありましたんで、曖昧になったんですが、そういった中で、ラッキーライラックの状態はですね、46もしくは37ぐらいで、ベストではない、区分はない可能性が高いかなっていう風に見てて、よくて8部、 もしかしたら7部かもしれないっていうふうに言ってたんですけれども、まあそれが、まあ仕上がりとしては8部じゃなくて9部あったと思います。それぐらい仕上がりが良かったですね。まあそれはパドックを見てみないとやっぱりわからないところで難しいところで、まあやっぱりそうですね、まあ今後も今回みたいにレース前には言葉を濁すしかないなっていうところで過去に失敗してきた分、そういうふうに曖昧な表現をするしかないんでそこは今後も 申しし訳ないいんですが、我慢していただきたいなっていいなうに思まますね。ま、たトラックマンとかはですねトレ線に行って生で馬を見てて歩いてるところとかそういうところを見たりもしてますし映像の方でもはっきりとした画質のいいものを見てると思いますんで、まあ、そういったようなことが僕もできればもうちょっと精度は上がるんですけれども JRA バンさんの追い切り映像なんかは画質がまだ悪いですし まあそれだけを見ててたらっていうところもあるんですよねでも今回は良い意味でも勉強になったということで、まあ、競馬っていうのはエンドレスで勉強できるエンドレスで新しい発見があるということでそういった面白さもありますんで、まあ、そういった中で今回も僕は勉強しながら楽しめたかなっていう感じがありますね競馬はですね3年や5年自己流でやったところでまずわからないです。 まあレベルの高い人に教わるかそれかレベルの高い情報を得ながら勉強するだとかそういったような形だったらある程度5年か7年ぐらいでベースはできてくるかなっていう感じなんですがどうしてもその競馬記憶のスポーツというふうに呼ばれているようにいろんな決闘だとかいろんなパターンを見てきてそれを繰り返し繰り返し見て10年15年20年と見ていってやっとだんだんと。 精度の高い感じで馬を見れるようになっていくっていうところもありますし、まあ、そういったような難しさがありますんで、まあ、皆さんもあんまり短期間ですぐに競馬が分かるっていうふうにまずは思わずに長い目で見ていった方がいいかなっていうふうに思いますねどうしても競馬をやってる人っていうのは競馬を見てる人っていうのは自信過剰になるっていうのが普通にあるというかほとんどの人がそうだと思うんですが僕も若い頃は自信過剰になってましたんで それではまたチューリップ賞の内容について戻るんですけれども、サイカちゃんが押して押して逃げて、それでカレンシリエージョが2番手っていう形ですね。で、この2頭が離して前に行くような形で、ばらけるようなレース展開の縦長で、離れた3番手にいたのがラッキーライラックですね。まあ、何度か話したんですが、ああいうふうにばらけるようなレース展開の中で離れたところで、うちらし沿に、 控えるような形こういうような競馬っていうのは理想的な競馬の形の一つで結構楽な競馬ではあるんですよねスピードとセンスと能力があればああいうような競馬っていうのは競馬しやすいポジション取りで、まあ、今回は丁寧に回ってくることもできましたしまあ隙のない競馬ではあるんですがただ内容としては楽すぎたかなっていう感じはありますね石橋周騎手のコメントなんか見てたら 前の方から競馬をして後ろから来る馬たちにどう対応できるかそういったところを試したかったとっいうようなコメントを見かけたんですけれども僕はですねそういう競馬する必要なかったんじゃないかなというふうに思っていてというのは正攻法の競馬っていうのはアルテミス・ステークスなんかでもやってましたしそういった意味でももう終わったことかなという感じで僕はどちらかというと馬群の中で揉まれ込んだりだとか 枠の中で空いたところを作っているようなそういったようなところを試してみた方が今後にはつながるかなっていうふうに思っていてまあ桜花賞でもし真ん中どころもしくは真ん中よりも内の方の枠を引いてそういうような競馬を強いられた時そういった時にどこまで対応できるかっていうのはまだわからないかなっていうふうに思いますねペースについては逃げたさやかちゃんの 1000m の通過が59秒後 まあこれは平均ペースかスロー寄りの平均ペースっていうような感じかなっていう感じなんですけれどもバグがばらけてましたんでラッキー・ライラック以降についてはスローに流れたかなっていう感じですねまあそれでもスローの緩急のあるような競馬になったかというとワンペース気味に競馬が流れてましたんでまあその分スピードとセンスのあるラッキー・ライラックにとっては乗りやすい展開にはなったかなっていう感じで またこれがまた極端にペースが落ちて一気にペースが上がるだとかそういったような緩急の強いような競馬になった場合ですねそういった場合もしくは直線まで団子状態でっていう形で馬群の中からもしくは外を回るような競馬になった時そういった時にラッキーライラックは今後どういう競馬をしていけるのかっていうところはわからないところがありますね。 近年のチューリップ賞と桜花賞を比べた場合ですね、その場合だとチューリップ賞の方はスローに流れることが多くて、桜花賞の方はある程度平均ペースかハイペース気味に流れることが多いんですよね。で、そういった中で、例えばシンハライトあたりだとチューリップ賞の時にはスローの中で外を回るような競馬をして、ロスのある競馬をして強い競馬でねじ伏せたっていうところがあって、それに対して今回の ラッキーライラックに関しては、まあ、スローではあってもある程度ワンペース気味に流れる平均ペースに近いようなスローペースの中でロスのない競馬をして勝ったっていう、こういうような内容ですんで、桜花賞、またペースが変わってきたりだとか、レースの質が変わってくると思うんですよね。まあ、そういった中で多等数どこまでラッキーライラックが対応できるかどうかはわからないですし、メンバーも 強いのいのますんでプリマシーンだとかアーモンドアイあの辺もかなり骨っぽいですし、まあ、他にも穴っぽい馬も何とかいるような中で、まあ、ここのメンバーの中でもリリー・ローブルマウレアあたりもバカにはできない相手ですし、まあ、ラッキーライラック確証とまでは僕はいかないかなっていうふうには見てますそれで今回レース後にですね隊列 どの馬がどのポジションにいてどういう進路を取ったかっていうことを考えたんですけれども今回一番楽なポジションにいたのはラッキーライライックかなっていうふうに思いますしその次に楽だったのがマウレアで一番苦しいポジションにいたのはリリー・ノーブルだと思います要するに1着2着3着は楽なポジションにいた順かなっていう感じがあってまあ、ラッキーライライックはあれだけ突き放しましたけれども 対列ががポジション取りが入れ替わった場合ですねその場合だともう少し着差が縮まってた可能性はあったかなっていうふうに思いますねで一番ラッキー・ライラックとリリー・ノーブルの着差が縮まるパターンの対列っていうのはリリー・ノーブルのポジションにラッキー・ライラックがいてマウレアのポジションにリリー・ノーブルがいるパターンかなっていうふうに思いました今回リリー・ノーブルはですね一等分であって あっってもううう外を回りましたしそういったたそいようなロスのある競馬ですねリリー・ノーブル自体がですね、まあ、ちょっとロスのある競馬をするとジリ足っぽいところがありますんでそういった意味でも内立ち沿いのところで足を貯めることができてたらまた内容が違ってかな出たかなとうう思いますしラッキー・ライラックも1等分でも外を回るような形でそういうような形になった時には多少ロスが生じますし一発を狙えるという意味ではリリー・ノーブルの方が 内立ち沿いにいてバグの中から一瞬で抜けるようなそういったような足を使えるような形の方が着差が縮まったかなっていうところがありますそれではうちの方から一頭ずついきますウィンラナキラウィンラナキラは大きく馬体が減ったとかではないんですがなんか華奢というか疲れでもあるのかなっていう感じがあって覇気が感じられなかったですねですから立て直してメンバーが落ちればっていう感じですね カレ,カレンシリエージョは絶好調だったんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、まあ、馬体のバランス力強さもあって覇気もありましたねやっぱりこの馬いいところはあると思いますねでさやかちゃんと2と大逃げみたいな形になったんですけれどもまあ、あの形だと後続ラッキーライラックに詰め寄られる前にもっと玉砕的にギアを上げていって抜け出すような競馬をしてみてもよかったかなっていう感じで 結局は4コーナーから直線を向いたときに一瞬で足を使うようなそういったような足の使い方をしましたのでもっとロングスパートの競馬をするというような感じの競馬ができた方が良かったかなというふうに思いますね一瞬で足を使おうとすると使える足が短いかなというところがありますあとは、まあ、ちょっと引っかかり気味というかスピードもありますのでああいう感じでいっちゃうんでしょうけれどもどちらかというとですね距離は伸ばした方がいいと思いますね こういうふうに引っかかり気味にいっちゃうような感じの馬っていうのは短距離を使おうとしがちだとは思うんですけれども逆にこういう力をため込めるようになったら距離は持つ可能性ありますしまあそういうふうに息の入るような競馬の中で後半ロングスパートっていうような競馬の方がこの馬は合うと思いますんでまあ今回のレース内容を見て距離短縮をするとしたらそれは僕は違うんじゃないかなっていうふうに思いますね。スカーレットから、 スカーレットからも出来は良かったと思うんですが、ダッシュがつかなくて最高峰に近いところから直線勝負で伸びきれずっていうような内容ですね。追い込みが効くようなレース展開でもなかったので、しょうがないかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ、やっぱりフェアリーステークスの太宰騎士のまくっていくような競馬ですね。ああいうふうにどっかで一気に動くだとか、まあなるべく 前が止まってくれればっていうようなそういったようなタイプかなっていうふうに思いますんで、まあ、後半いかにワンペース気味にこのままのしぶとさを生かせるかっていうところが今後課題かなっていうふうに思いますね。マウルヤマウルヤはですねポジション取り的にはさすがですしう、まあ、ちら地沿いで足をためる中段あたりからになったっていうことで、まあ、それで、まあ、直線でも落ち着いて追い出して武豊騎手はなんとか 2着まで持ってきたかなっていう感じはあるんですけれども、ただこのマウレアっていう馬はですね、まあ、ここ2戦ぐらい気難しさが強くなってきたなっていう感じで馬体からするともっと走っていう馬ですしもっと切れる足を使えてもいいんですけれども気象面からそのいやいや走ってる感じがあるというかなんか一皮むけてほしいなっていうところがありますね。 でまあ、本来ならばもっと極端に最高峰に近いところから競馬をした方が切れる足は使えるでしょうし桜花賞で一発を狙うとしたらもっと後ろから競馬をした方が可能性としては高まるかなと思うんですけれどもただこれだけ本気で走らないとなると前の方の馬たちがバタバタになってくれるような展開とかでドハマリするだとかそういったような形じゃないと。 まだこの間自体がですね自分の能力を出し切れないというのは大箇,へ向け大箇所オークスへ向けてちょっとあんまりいいイメージが湧かないので短期間でいかにメンタル面が変わってくるかっていうところが鍵かなっていうふうに思いますねそれで馬体面に関してはマイナス8キロか10キロかぐらいしてたとは思うんですが馬体減ってはいても細くはなかったです必要な筋肉がついてたかなっていうふうに思うんですけれども まあただまだ、馬体全体の雰囲気だとか、筋肉の質なんかもいいんですけれども、もう少しシルエットがくっきりと出るようになればっていう感じですね。ですから、素質的にはまだまだ上を目指せる馬なんですけれども、その辺ですね、馬体面と希少面の成長が見られるかっていうところですね。ラッキーライラック。ラッキーライラックはですね、レース前にはその、 馬体面で後ろ足の部分ですね、肢の部分、注目してほしいというふうには言ってたんですけれども、パドックで馬体を見た感じだと、後ろの下の方ですね、膝に見えるところよりも下の部分、重みがありましたし、こういうような感じだと、ある程度瞬発力を使えたりだとか、持続的に足を使えたりだとか、距離が持ったりだとか、そういうふうな走りができる可能性が高い馬体ではあるんですよね。で お尻とか友の部分も太すぎたわけでもないですし、まあ、全体的なバランスはすごく良くて、まあ、このまま歩き方なんか見ててもクッションが効いてていかにも走る馬だなっていう感じで、まあ、仕上がりとしては8部以上9部あるかなっていうような感じでしたそれでこの馬について思ったのは今回みたいに休み明けということで 作りきらない形の方がもしかしたらいい形で馬体が出る可能性があるなっていうところで。ということはもしかしたら大加昇へ向けて強い長距をやり,やりすぎた場合ですね。作りすぎた場合に馬体のバランスが逆に良くない方向に行く可能性があるっていうことですね。今回はですね、確かに余裕はあったんですけれども、良い意味での余裕っていうような感じで、まあ、これがまた早い時計をやったりだとか、あとは 瞬発力をつけようとするような状況をしすぎた場合その場合に馬体全体のバランスが崩れる可能性もあるんですよね軽めの調教っていうのは本当にいい方向に向くことも多くてまあ、そういった意味でももしかしたら大賀賞の時に出来が落ちる可能性もあるかなっていうふうに思いますねまあ、筋肉の質が洗練されたりだとか馬体面のシルエットがくっきりと出るこういうような良さは出る可能性の方が高いんですが バタイ全体のバランスが崩れる可能性はあり得るかなっていうふうに思いますねでもそれに関してもまだどう変わっていくかわからないオルフェーブルっていう血統ですんで今までの僕のこういうタイプのバタイのイメージですね他の血統のイメージでいくとそういうふうに強い状況をした時に逆マイナスに向く可能性もあり得るかなっていうことですねレッドランディーに レッドラン D にはこの馬もこの馬としては良かったと思いますね。で馬体のバランスなんかもいいですし力強さもありますし阪神、まあのマイルということを考えるともうちょっと構想してもおかしくはなかったかなっていうところなんですがただレース展開的に縦長の展開で有力馬たちが楽をできる展開でもありましたし追い込みが効くような展開でもなかったんではまらなかったっていうところがあると思いますね。 ただでさえ力関係で劣るようなところがある中で展開もハマらなかったっていうことになるとこういうような競馬になるのはしょうがないかなっていう感じですねまだ切れ味だけでも上回ってるっていうようなそういったような馬だったらいいんですがこのまもジリジリとしか足は使えないですしまあ後半他の馬たちの足が上がるようなそういったようなレース展開になってくれてたらまだ違ってたかなっていうところですねさやかちゃん さやかちゃんはいつもチャカチャカしているタイプの馬で、まあ、こういう馬ではあるんですがただもうちょっとスッスッと効率よく歩けるような時もありましたんでそういうような感じの方が足はたまりやすいかなっていうふうに思いますねで、まあ、今回は、まあ、大逃げに近いような形で、まあ、すぐ近くにカレンシリエージョはいましたけれどもそういったような中で、まあ、この馬の今の競馬はできたかなっていう感じで まあもう少し勝負どころで反応すればいいんですが、気難しいところがあって、いやいや走るようなところもありますんで、ああいうふうにぴったりとつけられたら、競馬しにくいところはあるかなっていうふうに思いますね。まあこういうような感じで結果は出ないんですけども、このままは馬体面だとか筋肉の質だとか、そういったところにいいところありますんで、まあ気象面が解消すればっていうふうに思うんですが、まあこの感じだとなかなか気象面が、 良くななる可能性は低いかなっていいかうに思いますね、まあ、後方で足をためる追い込み競馬みたいな形で習字がやったような形でだんだんと気象面を改善するっていうような手もあるかなとは思うんですけれどもとなるとやっぱりトップレベルの動かせるジョッキを乗せた方がいいかなっていうふうに思いますねで繁殖としてならもしかしたらこの間のいいところ出る可能性もありますんで競争成績以上に繁殖でいいところが出る可能性はあると思いますね シグ,ナライズシグナライズについてもですねこの間についてもレース前の追い切り映像だとか、まあ、その辺を見た感じだともうちょっと出来は良くないかなっていうふうに思ってたんですが思ってた以上に出来は良かったですねただやっぱりメンバーが強くなりましたしこの間もともと完成度が高いというかこのフランケルサンクっていうのは まあなんかその瞬発力のある馬たちとか、スケールの大きな馬たちが出てきた時に、そういった時に対抗できないような、そういったようなところもあるのかなっていう感じで、まあ、熟に近いようなイメージがあるんですよね。で、その早熟っていうのも、早い段階で馬が完成してるというわけでもなくて、まだ弱いところがある中で、後ろの骨格ですね。 後ろ足の骨格だとか、そういったような骨格の良さである程度推進力を埋めるということで、早い段階から能力を出せるっていうところがあって、これがまた他の馬体全体のバランスが良くなって、弱いところに力がついてきたとき、そういったときに大きな成長を遂げられるかというと、そうでもないっていう、そういったような馬が今のところは多いイメージですね。ですから、シグナライズとしては、 前走よりも確実によくはなってて成長もしてるんですけれどもただそういうふうにバランスよくなって成長したとしてもそこまでの大きな飛躍はできないっていうのがフランケル3区の傾向なのかなっていうふうに思いますねちょっと今回はレース展開的に瞬発力を求められるようなそういったような展開になって前も楽してましたんで差し届かないというような展開もあって展開的にも苦しかったんで あんまり気にする必要もないとは思うんですけれども、リリー・ノーブル。リリー・ノーブルは今回に関しては1等分でも外を回ったっていうのは大きなロスにつながったかなっていう感じがありますね。ほぼ3等の競馬でしたんで、それでラッキーライラック、マウレアの方が楽なポジション取りができて、それでラッキーライラックが能力を出し切る形で競馬の主導権を握るような形で突き放す。そういったような ラッキー・ライラックの競馬にも飲まれたっていうところがあると思いますね。で、今回に関しては、阪神ジュベナイル・フィリーズと逆の隊列ですね、ラッキー・ライラックの後ろの方から指す競馬を試してみたっていうところはあると思うんで、まあ、そういった中で、まあ、今回は指し切れなかった、対抗できなかったっていうような競馬ですね。まあ、ポジション的にもし、マ、まあ、ウレアのポジションですね、もう1ト分、内立ち沿いのところを取れてたら、 それだったら多少は違ってたかなっていうふうに思うんですが、ただ、ラッキーララ自体が楽な競馬をしてましたんで、差し切るのは難しかったと思います。それでも、一馬進前後ぐらいまでは詰め寄れてた可能性はあったかなっていう感じで、それだけ今回の糸等分の外のロスっていうのは大きかったかなっていうふうに思いますね。で、この間に関しては、今後はですね、やっぱり一発を狙うような乗り方が合うかなっていう感じで、 ジュエラーもそんな感じで、新払いを倒すためには一瞬でかわすようなっていうような、そういったような一発を狙うような競馬をして、ミルコ・デムロ騎士が桜花賞を勝たせたっていうところもあ,ありましたんで、ああいうイメージに乗った方がいいのかなっていうふうに思いますし、ジュエラーと比べて、このリリー・ノーブルの方がセンスがいいというか、どこからでも競馬ができる、馬群の中を抜けるっていうような競馬もできるようなタイプの馬ですんで、まあ、そういったようなセンスの、 良さを生かしながらゴール前直線真ん中ところ以降たりで一瞬で抜け出せるような競馬ができればベストなのかなというふうに思いますね、うん、サラキアサラキアは出遅れて後方からになって追い込みが効くような展開でもなかったんでしょうがないかなというふうに思うんですがただある程度ポジションを取れたとしても有力馬たちがあれだけいい競馬をしてますんで対抗するのは難しかったと思います でこのま追い切りの動きなんか良かったですし確実にひとたたきでよくはなってたんですけれどもただ、やっぱりそのあんまりスケール的な部分でいうとトップレベルに通用するかというと苦しいんじゃないかなとうう思いますね馬鹿がもうちょっと5 0 0キロぐらいあったら違ったとは思うんですけれども成長度合いに関してもびっくりするような成長は期待できないかなとうう思いますねただ、センスのいい動き馬体もしてますんで オークスあたりだったら立ち回り次第では構想できる可能性はあるかなっていうふうに思いますしいいところのある馬だと思います続いては夕刊富士オーシャンステークスです1着キングハート2着ナックビーナス3着大名富士でしたキングハートは単勝30倍ぐらいで10番人気ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、こういうふうに人気がなくても普通に力がある馬っていうのは 競馬ではよくあることで、まあ、年間100レースや200レースはこういうような感じで、人気がなくても強い馬っていうのは隠れています。まあ、でもこういうふうに当たったのはたまたまでしかなくて、まあ僕はレース前に特に自信があるわけでもなくて、自信がない、当たる気がしなかったぐらいなんですけれども、もちろんキングハートがこれだけの力を出せるような競馬ができればこういうふうに勝ち負けできる。 それは分かってましたけれども、ただ、そういう風にうまくいかないのが競馬ですんで、まあ、なんとか有力馬がいる中で、そういった中で人気もないし、条件としても合うかなっていうようなタイミング的にそれがどハマりしたってだけなんで、本当に当たったのはまぐれでしかないんで、そ,れそんな馬券云んだとか、狙った馬が来ただとか、そういったことは2の次、3の次で、まあ、それよりもこの辺のクラスになると、 能能力力ががあるるのににを出しし切れない馬がいい馬たりすすと本当にもどかしいんですよ、ね、レーヌミノル、レーヌミノルはですね、今回の出来であれだけ楽なポジションですね、2番手に行けたっていう、相手いたような隊列でレース展的にも能力を出し切れば楽勝できるパターンなんですよね。ですが、やっぱり和田騎手と手が合わないということで、馬を動かせてないっていうことなんですよね。トップレベルのジョッキーが乗ってて、あの2番手からだったら、まず、 レヌミノルは楽勝してたと思います。それぐらいの能力があって、G1 をまだ狙える馬なんですけれども、こういうふうに馬がですね、まあ不名誉な形で、馬が弱いみたいな評価をされるっていうような内容になってしまう。これが本当にもどかしくて、本当に馬がかわいそうだなっていうふうに思うんですよね。ですから、まあそうですね、和田騎手としては、その、 また多少はほとんど大きなミスはしてないんですけれどもそのネ、ネロに自分の競馬をさせすぎたっていうところで、ネロの競馬に飲まれたっていう、そういう仕掛け遅れはあったんですけれども、ただ、そこまで大きなミスはなくて、まあ、あれぐらいのタイミングで仕掛けても動かせるオエルジョッキーだったら、レヌミノルはしっかりと走って楽勝してたと思いますし、まあ、タイミングの問題云々よりも、まずは、そうですね、手が合うかどうかっていうところがまず大きいかなっていう感じで、 まあこのまま終わっちゃうのかなっていう、まあ頻馬なんで、しぼばになるだとか、しぼばとしての価値がどうなるかだとか、そういったことはあまり関係ないんですけれども、ただ、やっぱり強い馬がこういうふうに踏めるような形で強くないみたいな内容になってしまう、評価されるっていうのがすごく僕は心苦しいところがあります。それ、レース全体についてなんですけれども、まあネロ、ミナリク、騎手が逃げて、それで、 最初のサンンハロン33秒5ですか、まあ、この辺のオープンクラスでしかも外回りはそんなにババは悪くはなかったですし33秒5っていうのは早くもなく遅くもなくっていうような平均ペースかなっていう感じで道中もそんなにペースを落とすこともなくみなりく騎手はうまくペースメイクをして直線でも気難しいネロですねまだ本気で走らない集中できないところがあるんですが。 騎手がしっかりと追って持たせたかなっていう感じもあってみなク騎手はやっぱりそこそこうまいジョッキーだなっていう感じですね短期免許で来てる中でも真ん中ぐらいかそれか真ん中よりちょっと上かなっていうレベルのジョッキーだと思いますさすがドイツのリーディングジョッキーだなっていう感じありますねそ,れそういった流れの中でですね、まあ、やっぱりこの辺のクラスの馬は平均ペースで流れて短距離ということもあって まあ,ある程度、手応えのいい馬ですね、まあ、伸びあぐねる馬はいるんですが、それは切れ味、ですね。瞬発力ですね、抜ける足がなかなかないということで、抜け出せない馬は多かったんですが、ある程度、他の馬たちも手応えよく、団子状態に近いような感じで回ってきて、まあ、それで、馬群の中から抜け出そうとするようなタイプっていうのは苦しんだレース展開かなっていう感じですね。 逆に外の方を回ってマイペースで加速できるような馬たちが構想したっていう感じで、後ろからになりましたけれども、三着に来た大名富士なんかも比較的乗りやすいような感じの競馬にはなったかなっていう感じで、まあそんなに届かないっていう感じでもないんですけれども、ただそこまでの切れる足がないということで、大名富士は届かなかったっていうだけであって、この馬としては このの馬馬なりの競馬はしたかなというところですね、まあ、しかもミルコ・デムロ騎手が乗ってるっていうプラスアルファがあっての競馬ですんで、まあ、3着に来たっていうのはミルコ・デムロ騎手に感謝した方がいいかなっていうところですね他の馬たちと比べて能力が劣るというわけではないんですけれどもここで上位3頭に入る馬かというと大名富士はまだそこまで力が突ききってない中でああいうふうにスムーズに競馬をして終えるミルコ・デムロ騎手が持ってきたっていう感じですんで まあそういったような内容ではあるというふうに捉えておいた方がいいかなというふうに思いますね。今後パワーアップして強くなる可能性はあるとは思うんですが、現状ではなんとか持ってきたという感じですね。それでは、うちの方から一頭ずついきます。踏みのムーン。踏みのムーンはまあ後方で足をためて、それなりの競馬をしたんですけれども、やっぱり前が止まるような展開でもなかったので、このまま展開が向かないと、 そこまでの切れる足がないということで、まあこういう感じになるのもしょうがないかなっていう感じですね。もうちょっと後半上がりがかかったりだとか、他の馬たちが苦しむ展開だったら違ってたかもしれないですし、時計をもうちょっとかかった方が走りやすいかなとも思いますね。仕上がりに関しては本当に絶好に近いような感じで、いい感じできてますね。この出来はキープできればっていうところですね。札幌とか函館とかあの辺まで出来は持てば楽しみはあると思いますね。 ラインミーティア。ラインミーティアはですね、まぁ、あ、スッキリとしてバランスは良くはなったんですけれども、ちょっと脚力バネが落ちてるかなっていう感じですね。で、気持ち的にもちょっと前向きさがなくなってきてますし、まあ、前が止まってればもうちょっと構想できたとは思うんですが、ただ以前のようなこの馬の感じは、破棄はないかなっていう感じですね。で、まぁもともとその、構想してた時も、 レース展開だとか乗り方、一度り進路取りがハマったようなところもありましたんで、まあそういうふうにうまくいってた時期でもあったかなっていう感じで、まあうまくいかないような時期に入ってるっていうところもあるかなっていう感じで、また流れが向いてくるときもあるとは思いますし、出来も上昇すればっていうところはありますね。アルティマブラッド。アルティマブラッドは最高の出来だったんじゃないですかね。バランスもいいですし、 まあ馬体の雰囲気、パドックでの見た目だけだったらかなり目立ちますね、ただ、まあ、それは例えば新馬戦だとかそういう時に、まだ走ったことない馬を見た時には、この馬をピックアップするかなということであって、この馬については何度も走ってきて、客室だとか、そういったところも分かってますんで、あれだけよく見えても、僕は中心地まではできないかなっていうふうには、レース前から思ってました。でこの馬は ま、レース前に心配してたのは、中途半端なポジションで、ごちゃごちゃしたところを入ると、そこから抜け出すような、そういったような一瞬の足が、切れる足がないということで、しかも、そういうような競馬になったら、オエルジョッキーじゃないとなかなか動かせないということで、むら騎士と今回は手が合わないところが出たかなっていう感じですね。むら騎士は全然下手な騎種じゃないですし、当たりが柔らかくて、道中促すような乗り方ですね。そういう乗り方は上手いんですけれども、ただ、 追えるっていうタイプ、馬を強引に動かすっていうことは得意ではない力ーですんで、そういった意味でも、こういうような戦法を取ってしまうと、津村騎手とは手は合わないかなっていうところがありますね。ですから、ポジション的に例えば2番手だとか、そういったようなスムーズに加速できるようなポジションからスムーズに競馬できた場合ですね、その場合だと内容は違ってた可能性がありますし、この馬に関しても勢いをつけて、 勝負どころでででマイペースで競馬ができてていれば違ってたと思いますねただやっぱりここのメンバーに入って上位の馬かというと上位3頭4頭に入るかというとまだそこまでの力はないというか、まあ、馬のタイプ的に乗り方はそんなには簡単ではないタイプで,です、ね、展開と乗り方に注文がつくタイプの馬だと思います VIP ライブリー VIP ライブリーももったいない競馬でしたね、まあ、この馬も だいぶ力つけてきて、ここでは上位仕事にはまず入るかなっていうレベルの馬になってきていて、そういった中で、また今回も前に行っちゃったんですよね、好位からの競馬ですね。この前はもともとは追い込み馬で、距離的にももうちょっとあった方がいいっていう感じの馬で来てて、大飛びで不器用なんですよね。その分、ああいうふうにポジションを取りに行くと、一瞬で抜け出さなきゃいけないとき、そういったときに不器用さが出てしまうようなところがあります。ただ トサキ騎手が今回乗ってますんで、その分ある程度はポジションを取っても融通は利くかなっていうところで、なんとか強引に動かせるかなっていうところはあるんですけれども、まあでも、ああいうふうに団子状態で、しかも外からナックビーナスが背面来たんですよね。ナックビーナスは器用なタイプで、外からビッグライブリーと器用さ勝負みたいな形になると、ナックビーナスの方が断然器用に。 一瞬で動けるようなところがありますのでそのナクビーナスの外から来られたことによって押し込まれるような形で VIP ライブリーは反応よく勢いつけて加速できなかったっていうところがありますねですからナクビーナスがいなければもうちょっと際どい競馬にはなってたかなとは思うんですがただまあそういうふうに、まあ、戸崎騎手は慎重派でもありますし ま性格が出たかなっていうところで腹をくくれないところがあってそれでああいう風にある程度ポジションを取ってしまったようなところもあると思いますしまこういうようなタイプっていうのはもっと腹くくって最高峰からでもいいんで今回だったら勢いつけて回って,ていれば最高峰からでも届いてた可能性ありましたんでまそれぐらいの馬なんでやっぱり今後はですね本気で大きいところを狙っていくんだったら中団もしくは中団よりも後ろ最高峰でもいいんでこの馬の末足を生かす。 スムーズに加速できることとを心がけた方いいいかなとは思いますねもちろんどうしても届かないような馬場状態だとかそういったような時にはある程度融通を利かせていけるだけポジションを取った方がいいのかもしれないんですけれどもまあ安定してこの馬の能力を出し切るためにはなるべく下げた方がいいかなとは思いますねでこの馬高松の宮記念使えば面白いんですよね穴馬レベルにはまずあるかなっていう感じなんですけれども 商品的に出走できる可能性低いんじゃないかなっていうところでそれがもったいないですねこの一番いい時期に馬が充実してきた時期に使えないっていうのはもったいないなっていう感じですね10年コール10年コールもこの間なりによくなってきましたねすがるさが出てきましたし馬体のバランスも良くなって、まあ、去年重賞を勝った頃の仕上がりにはなってきたかなっていう感じですねただ 今回はレース展開的に馬群の中でごちゃごちゃしたところにいると難しい競馬でもありましたしこの10年エコール自体が一瞬で馬群から抜け出すようなそういったような一瞬の切れる足があるタイプではないのでやっぱりもうちょっとスムーズにどっかのタイミングで広いところに出して勢いつけてマイペースで加速ができていれば違ってたとは思いますねただもうちょっと時計がかかるような馬場ですね 競馬の方、そういう競馬の方が合いますし上がりがかかるような競馬の方が合いますので、まあ、それこれぐらいだったらこなせるとは思うんですけれどもただこういう馬場だったら自分から動いて勢いつけて後半ワンペース気味にまとめるだとかそういったような競馬が合うかなというところですね、まあ、確実によくなってきてますのでこういう感じでデッキをキープできてそれでまた夏あたりで。 北海道の吉場の方でいいいとところが出るる可能性はあり得るかなと思いますねブレイザートレイルブレイザートレイルは、まあ、地方に行ってしまったんですけれども、まあ、でもそこまで極端に敵が落ちてる能力が落ちてるっていう感じでもないかなと思いますねただもともとそんなに器用なタイプではない不器用でずぶいところもあるタイプの馬ですんで まあいきなりこの1200メートルの重傷ということになると、追走、反応、難しいところはありますよね。ですから、もうちょっと距離があるか、それがメンバーが落ちれば、中央のオープンクラスでもまだやれるぐらいの馬ではあるのかなとは思いますね。まあ、勝ち負けできるかどうかともかく、構想はできるレベルの馬ではまだあると思いますね。キングハート。キングハートの北村志騎手は、 もともと関東リーディングを争うぐらいまで順調に成長してきてたジョッキーだったんですが、怪我をしまして、落馬かなんかで怪我をしまして、それで調子を崩したんですよね。それで、近年は全然いいところがなくて、買うことが難しいようなジョッキーになってたんですよね。そういうふうに、まあ、落馬だとか、怪我で調子を崩すジョッキー多いんですよね。武豊騎手、柴田義富騎手、内田宏之騎手、この辺なんかは、まあ、一時期かなり苦しいんだかなっていう感じで。 まあ、けっていうのは本当はジョッキーたちにとって怖いものであるなっていうふうに思うんですけれども、そういった中で北村博之騎最近ですね、数週間調子がいいんじゃないかなっていうようなレースも多かったんで、そういった意味でも今回は狙ってみたっていうところがあって、まあそういった中で、まあ今回はレースの流れに乗って、強気に自分から動くような競馬ですね。キングハートは多少雑に乗っても、 ある程度長く足を使えるしぶとい足がありますんでそういったところを引き出して思い切りのいい騎乗をしてくれたかなっていうふうに思います、ね、もともと力のある馬で、まあ、そういった中で、まあ、やっぱりトップレベルのオイルジョッキーを乗せてこなかったということで安定しないっていうところはあったんですよね、まあ、今回は北村宏騎手はトップレベルとまではいかないんですけれどもただ比較的調子がいい時にこういうふうに思い切って強気な競馬をするとそうすると 馬はある程度能力を出してくれますんでそういったようなところがフィットしたかなっていう感じですねあんまりその器用に立ち回って切れる足を使うだとかそういうことは難しいタイプではあるんですがただトップレベルのオイルジョッキーが乗ればバグの中から素足を生かすっていうようなそういったような競馬もできますんである程度しぶとい素足もあるタイプですし乗り方にはオイルジョッキーだったら融通は効くと思いますねである程度相手なりに走るタイプで高松の宮記念あたりでも そういういオエルジョッキーが乗るかもしくは引き続き北村宏騎手が乗るんでしたらなるべくポジション取り的に足がたまるようなポジションでスムーズに進路をとってこのまま後半のしぶとさが生きるような進路が取れればっていうところですねですから、まあ、難しい展開になったら強引に動かすっていうことは難しいんでしょうけれども。 一度り進路撮りがはまれば引き続きこの馬の能力をある程度出せる可能性は高いかなっていう風には見てますリエノテソーロリエノテソーロはダッシュがつかなかったんですがもともとそういうところがあるまで短距離ではありますんで他の馬たちもある程度早いわけでまあ、こういうようなポジション取りになることはある程度は想定できたかなっていうところででもリエノテソウロはですね 短距離使うんだったら、あれぐらいのポジションからの方が競馬しやすいと思いますし、中段もしくはもっと後ろから一種の足を生かすっていうような競馬が合うんじゃないかなっていうふうに思ってましたんで、ポジション取り的には悪くはなかったと思います。ただ、前が止まらないようなレース展開でしたんで、そこまでの切れる足がない分苦しいですよね。ですから、今後はですね、前が止まるような展開ですね。後半 上が,りがかかかるるるよよよようううううなな、なな中でで一瞬の足ををすようなそいいいいったような競馬を安定しててきるようになれば、といいところ出てくると思いますバ、ね、タ体面に関してはちょっと細く見えるというか軽くできすぎてるようなところがあって短距離仕様ということでそういうような作りにしたところもあるとは思うんですけれどももうちょっと距離を伸ばすぐらいな気持ちで作って足が止まるような作りにして一瞬の足を生かすような競馬ができればいいところあると思いますね。 ネロ。ネロは、まあ、追い切り映像からは仕上がりの方は分かりづらかったんですけれども、まあ、この馬としては今回は仕上がりは良かったと思いますね。で、そういった中でミナリ・クック騎手がワンペース気味にスピードを生かすような競馬をして、このまいやいや走ってるようなところがあって気難しいんですけれども、その辺もミナリ・クック騎手がカバーしてくれたかなっていう感じですね。大名富士。大名富士は馬体面に関しては、 いいところはありますねやっぱり専四とかその辺使える馬っていうのは馬体面のスケールが大きいところもありますんでそういった意味での可能性はあるかなっていうところですねただやっぱりまだパワー不足というか馬が完成しきってないなっていう感じもあって横の比較でいくととるる部分はあると思いますそういった中で後方で足を貯めてそれで負担の少ないような形で。 直線勝負ですね。そういうような中でミルコ・デ・ムロクシも追えるジョッキーですんで、なんとか3着に持ってきて、今後につながる、いいキーーバーができたかなっていうふうに思いますね。ただ、まあ、やっぱり、まだ1000球相手となると力不足ですんで、今後成長していければっていうところだと思いますね。スノードラゴン。スノードラゴンはですね、パッと見としてはかなり仕上がりがよく見えましたね。 ですが、ちょっとですね、まあ、後ろ足、腰の方の筋肉の質ですね、その辺に躍動感が足りない、力強さが足りないかなっていう感じがあって、馬の形、バランスとしては悪くないんですけれども、芝だとちょっともうちょっとバネだとか躍動感があればっていう感じではあったと思います。そそのの分分ちょっっっっっとととぷりりりがが悪かったりだとかかたただううういい部分もあったのかなってて感じで、まあ、今回仕上がりとしては 良かったと思いますんで、今回の馬の感じだとダートの方が走りやすかったのかなっていう感じの馬の作りではありました。まあでも、まあそういうふうに、ちょっと一瞬のギアの上がり方ですね、そういうところで難がある馬体ではあったんですけれども、オイルジョッキーですね、もっと動かせるジョッキーが乗ってればもう少しいい競馬ができたと思いますし、前が止まらない展開だったんで、 まあ上位に食い込むのは難しかったかもしれないんですけれども、あそこまで負けるようなまでもないと思いますんで、まあ、仕上がりは悪くはなかったんで、もうちょっと構想してもおかしくはなかったと思います。ただ作りとしては、ダートの方が向くような感じの仕上がりではありました。ラインスピリット。ラインスピリットは引き続き仕上がりが良かったですね。で、ポジション的にも悪くはなかったんですけれども、 ああいうふうに一瞬で抜け出そうとすると、となるとやっぱり追えるジョッキーじゃないと動かしきれないところがありますね、このまま追わせるところがありますしかといって使える足もそんなには長くはないので乗り方に難しいところがあって、まあ、その分やっぱりトップレベルのジョッキーが乗っていればもっと安定してたのになっていうところがあるまで,ですねずっとトップレベルのジョッキーを乗せていれば1億やそこらはもっと稼いでたと思いますね、それぐらいの能力があるまで。 短距離でそんなには成績は目立ってないんですけれども結構いいところがあった馬ですんでこういう風にある程度重症で構想するようになってきたっていうのはもともとこれぐらいの能力があったという中で流れが向いてきたっていうところもあるんだと思いますねナックビーナスナックビーナスはまあ、外枠はどうかっていうところだったんですけれどもレース展開的にごちゃごちゃした うちの方、バグの中で競馬をするよりかは外回れた方がっていうようなレース展開でもありましたんで、まあ、そういった意味でも外回りながらも横山のリ平を機種が丁寧に回ってきてそれでそこまでの大きなロスにはならなかったのでこのままなりの競馬はできたかなっていう感じですねただスピードとセンス器用さはすごくあるんですけれども ギリ足っぽいところがあって、使える足が短かったりだとか、足の使いどころが難しいんですよね。ですから、ああいう風にゴール前で伸びきれなかったりだとか、そういったところはあるマですんで、できれば、もうちょっと馬群の中から競馬がしやすいような馬場で、器用に立ち回って、ゴール前で一瞬で抜け出すっていうような競馬が理想的かなっていう感じはありますね。で、高松宮記念に関しては、中京が力のいる馬場の時そういうとっていうのは、 もしかしたら素足のいい馬にっていうような感じで苦しい競馬になる可能性もあるんですけれどもそれ高松の宮記念に関しては力のいい芝ですねそういうような状態になると追い込み馬たちでいい足を使うような馬たちが出てきやすいんで苦しくなる可能性はあるんですけれども高松の宮記念の週だけ芝が軽くなったりスピード競馬レコードが出るような馬場に してくるときもありますんで、そういうようなババになったときに、こういうような器用に立ち回れるタイプが構想できる可能性はあるかなと思いますね。ちょっとあんまり左回りは良くはないので、右回りの方が安定しやすいかなっていうところがあるんで、左回りがどうかっていうところはあるんですが、左回りが苦手っていうわけでもないので、そういうところは期待できるかなっていうふうに思いますね。エポアス。エポアスはやっぱりいい頃と比べると、筋力が落ちてますし、 覇気もなないいかなっていう感じがありますね、まあ、追い込みが効かない展開とはいえもうちょっと走れる馬ですし仕上がりの方がもうちょっと上昇すればっていう感じありますね力のいる時計のかかるような馬場もしくは上がりがかかるような馬場の展開の方が合うかなとは思いますねレーヌミノルレーヌミノルは、まあ、一番いい頃のレーヌミノルと比べると脚力だとか躍動感だとか 筋肉の質だとか、そういったところはどうかなとは思うんですけれどもただ馬体のバランスだとかいいですし出来は8分ぐらいはあるんじゃないかなっていうようなそういったような仕上がりではありましたとなるとここのメンバーでは力が違うかなっていう感じがあってスタート直後にスッといけるっていうのは能力の違いスピードの違い脚力の違いがあるっていうことですんでまああれだけの能力がある中で後半 追わせるところがありますんで、動かしきれないっていうような形の競馬になりましたね。ですから、まあ、トップレベルのジョッキーを乗せればこのまままだまだ G1 でやれる馬なんですよね。まあ、こういうような競馬をしてると馬の方がまた気持ちが切れ始めるかもしれないんで、仕上がりがいいうちにトップレベルのジョッキーを乗せてあげてほしいなっていうふうに思いますね。ロードクエスト。 ロードクエストは今のロードクエストとしては体調なんかいいんじゃないかなというような仕上がりは良さそうに見えたんですけれどもやっぱりそのこじんまりまとまってきたというか、まあ、雰囲気的にいい足切れる足を使えるイメージが湧かないというか短距離仕様に作ってる分スケールがダウンしてるっていうところもあると思いますね、まあ、ちょっと早熟気味だったようなところもありましたんでそれで そういうふうに指紋できたところもあるのかもしれないんですけれども、まあ、短距離はマイルあたりとはレベルが下がるとはいえ今のロードクエストではなかなか中心しできるような感じではないかなっていう感じですね、まあ、でも、まあ、外目の方からそこそこの競馬をしてましたんで、まあ、悪くはない,よない内容ではあったかなと思うんですがただ重症勝つとなると もうちょっとメンバーが落ちて、ドハマりでもしないとっていう感じありますね。以上です。吉本興業、ABCDE 郵便というコミの東野昴郎と申します。失礼します。